こんばんは、カリーシュリュウジンです。久しぶりですね。声だけで喋ろうかなと思ってるんですけど、本題なんですけど、ヘズマリュウさんがですね、なんかギガフェスっていう格闘技大会があるんですね。なんか有名配信者によるやつなんですけれど、なんか東京の、新宿フェイスって言ってやっていたということで、そのヘズマリオさんはですね、ケイノスケというこのキックボクシングのなんか方なんですかね。この方と対戦してですね、KO 負けしたんですね、ヘズマリオさんね。こう1ラウンド ?1 ラウンドでいいのかな ?1 ラウンドでいいのかな、1ラウンドでいい。1ラウンドで KO 負けしてですね、そしてですね、なんか、どうやら、顎の方をなんかやられたのかな？骨折までした疑いもなかあるみたいで、もう相当血が、出血もしていて、救急車に緊急搬送されてですね、病院に搬送されて、そういうことがあったみたいで、それでなんか批判殺到もされてるようですね。なんか骨折ざまみたいなね、そのひどいことを言う方もいたようですね。そうですね。ヘズマリュウさんによると、どうやら怪我は大丈夫みたいなんですね。ツイッターによるとなんですけど、ヘズマリュウさんのね、公式ツイッターによるとなんですけど、それで、なんか、ケイノスケさんとツーショットで撮っているね、もうツイートされていて、1時間30分後にケイノスケさんにボコされましたみたいにね、あってですね。そういうことでしたね。ヘズマリオさんね、青白王子と一緒に暮らしていたのかな、暮らしていたっていうか、青白王子の、三崎優太さんですね。その三崎優太さんの住んでいるマンションで泊まっていていたんですけど、なんか追い出されたみたいな感じで、それでなんかですね、ホームレスみたいにね 外に行って寒がっていたみたいですけどね。いやー、大丈夫かなって思ったんですけど、どうやら元気なようですね。元気で何よりって思いましたけどね。ヘズマリオさんは、なんて言えばいいのかもわかんないんですけどね。ヘズマリオさんに対して何も特に言うことないですけどね。てなわけで、今回の話は、ヘズマリオさんがですね、ケイノスケさんと試合して、その怪我、骨折に批判殺到されていたことについてのお話でした。ご清聴ありがとうございます。では失礼します。